第十代ハミルトン公爵アレグザンダー・ハミルトンは、イギリスの貴族、政治家。十五歳の頃、ジョシュア・レノルズが、七百六十七年十月三日、第九代ハミルトン公爵アーチボルド・ハミルトンと、その妻、ハリエットの間の長男として、ロンドン・セント・ジェームズ広場に生まれる、ハーロー校を経て、オックスフォード大学、 クライスト・チャーチへ進学。1789年にマスター・オブ・アーツの学理を取得。1802年7月から1806年11月にかけてランカスター選挙区から選出されて庶民議員を務めた。1806年11月4日には繰り上げ直所により未だ父が存命ながら第7代ダットン男爵を継承し貴族院議員に列した。 1806年から1807年にかけて、中ロシア大使を務めた。1806年6月に、水密古門館に列する。1819年2月16日に、父が死去し、第10代ハミルトン公爵位を継承した。1820年から1822年にかけて、フリーメイソンのスコットランドグランドロッジのグランドマスターを務める。 1834年から死去まで大英博物館の管理人を務めた。1836年2月にガーター勲章を受けた。1852年9月4日にスコットランドハミルトンのハミルトン宮殿で死去。1806年11月4日の繰上げ直所により父アーチボルドから以下の借位を継承した。1819年2月16日の父の死去により、 以下の爵位を継承した。1810年に、ウィリアム・トマス・ベック・フォードの娘スーザンと結婚し、彼女との間に以下の西を設けた。ありがとうございます。